こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。デュエットジュノー前に行きそうです。キャリーバード、それに続いています。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはトールロムルス、その隣にオースミガーサー、その外からベルベットブリス、内からはアウルサンシャイン、その外にアドマイヤカブト、デュエットジュノー、そのうちに続いています。並んで6番キャリーバード、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。オートリエコール上がっていきました。そして大きく離れてボーラスティマー、この位置です。内からはモンロー警察、スイングターマック、後ろからすぐ後ろにマーケットスラー、これに続いてセイカンドロップ、しんがりからゾノゴースト、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ11番トールロムルス、2番手はオースミガーサー、スイングターマック、いい位置です。さあここからどうか。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立ったオートリエコール、後続を引き離しにかかる。トールロムルス懸命に追いすがります。2番手はマーケットスラー、とてつもない強さ。オートリエコール1着、オートリエコール1着、2着はアドマイヤカブト、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはオートリエコール。